どうもこんにちは、ミキのカフェです。カフェです、お願いします、はい、さあ今回はですね、オットタクシーエキシビジョンに、はい、なんとやってまいりました。わすごい、すごいですね、はい、もう完璧な完璧です、もうドキドキしてますけども、はい、本企画展の魅力をですね、オットタクシーファンの皆様にぜひ知っていただくために各エリアをなんと紹介しながらね、なるほど、ちょっと回っていきたいなと思っております、はい、さあ今回企画展の担当者として大日本印刷、金子さん、はい、来ていただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。金子と申します。よろしくお願いします。すごい、もうだってグッズがね、はい、見てください。うわ、大門兄弟出た。もう大人気キャラ、主役よく食ってるんじゃ。はい、大門が食いました。ほどか食いました。ほどか食いました、はい、もうそれぐらい人気のキャラクター。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。さあ改めてこの企画展の紹介でございます、はい、2021年4月よりテレビシリーズ、そして2022年4月には映画が公開されたアニメオットタクシーの世界をですね、再現したのがこちらのオットタクシーエキシビジョンとなっております。なるほど。会場ではやまびことか、オドカーの部屋など、作中のシーンを再現したフォトスポットとかね、あ、この展示のためだけに書き下ろしのイラストですよね。これもちょっと、はい、今回用の書き下ろし、このだからちょっとさっきも言ってたんですよ、はい、僕らの私服とちょっと似てるのよインスタグラムを僕らのチェックしてわざわ わざ僕らのインスタグラムをチェックして、はい、なるほど、それでやってくれてある可能性もあります。可能性がありますから、はい、それがちょっと楽しみでございます、はい、グッズも多数販売しておりますので。そうですね、僕らも大門兄弟として出てますから。そうなんですよ、それもね、ぜひチェックしていただけたらなと思います、はい、さあそんなオットタクシーの世界観をね、再現したエキシビジョン、うん、早速ちょっと見ていきましょうか、金子さん。あ、まだ何も言っていない。え、それじゃあってから行きましょう。あ、そうか、金子さん、じゃあこれからで紹介していってもらっていいですか。はい、あー、まだ違う、分からへんのタイミング、これが合図だ。そうか、じゃあ行きましょう。あー、オッケー、行きます。本気だっていい、本気だっていい、行きます。じゃあこれからオットタクシーエキシビジョンの世界、再現したエキシビジョンの世界、行くわ。下手くそよちょっとグッて、もう行こう、もう行こう、もう行きます。あさあというわけで金子さん、はい、はい、早速案内していただいていいですか。はい、ではご案内いたします。楽しみ。まずすみません、入り口からなんですけれども、うん、今回の企画展が、うん、アニメのオットタクシーの世界の中に入り込んでいくようなものになってまして、一番最初にタクシー乗り場でタクシーに乗って、ね、まあ、聖地巡礼のような形で回っていただくという設定に。オドカーのタクシーに乗っていくような感覚というか、うん、はい、素敵ね。もうここで写真撮りたいぐらい。確かにね、はい、撮っていいかな。あ、どうぞどうぞ。いいですか、ちょっと撮って。金子さん撮ってもらおう。あ、いいです。兄弟二人で。あ、お兄ちゃん。え、え、ちょ、おい。ボケとんねや。あ、ボケとんねや。ボケとんねや。あ、そうか。行きます。はい、チーズ。いいですね。ありがとうございます。バッチリです。ありがとうございます。あ、もうちょっと。もうええ、もうええ、もう。もう、喋んな。いいですね、でも、はい、初っ端からテンション上がるわ、はい、これは、はい、では早速なんですが、こちらで。うわ、これいいよな。あら、オドカーがお出迎え。もう早速オドカーがすげえお出迎え、いいな。うわ、いいな、めっちゃ、うん、ちょっとリアルなね、この立体的になってる、うわ、ここでも写真 OK もちろんです。あ、いいな。今回の企画展が全エリア全て撮影 OK に、全エリア、はい、最高やん。はぁ、隅々まで写真撮っていただきたいなと思ってます。すごい、はい、最高。はぁ、でこちら側なんですけれども、はい、まあ、ストーリーのあらすじですとか、出演された皆さんのキャストスタッフのお名前でさせていただいて、名前入ってる、うん、はい、お二人もこちらに、うん、ありがとうございます、はい、ます。キャラクターの設定資料、あ、すごい、この辺も全部撮影して OK ということなんです。いいんですか、ちゃんとこの人間の姿というのも、あ、うわ、ほんまや、出されてるわ。うわ、あ、すげえ、おもろ、おもろい。そっか、作中は出てこへんの、人間の姿が。だからないんか。そうそう、二人もね、ないです。僕らもないんや。お前はね、あ、僕はギリね、出んのよ。そう、俺が出えへんのちゃうから、確か。すげえ。はあ、へえ、こういうのもネタバレ。大丈夫か。いや、オットタクシー見てへん人、多分これ見てへんの。これネタバレやん。いや、見てる人が多分見てると思う。大丈夫やと思う。大丈夫か。はあ、うん、大丈夫やと。音声ガイドとかもついてるんですね。はい、
今回タクシーに乗っていただくっていう、設定なので、はい、ホモサピエンスのラジオが流れてるんですけども、めっちゃええやん素敵やな。今回ですね、この企画展用にダヤのお二人に先日新しくボイスを収録いただきまして、ちゃんと新しいやつや。津田さん言うてたわ、はい、そう取りに行ってくるって。なんか今日取りに行ってくるって言ってた。なんか誇らしげに俺らが選ばれたみたいな感じで。でもあそこになかったからな、けど看板とこにな、看板とこにホモサピエンスなかったから俺らはな、ダイム兄弟あったけどな。そうそう、スマホのアプリがあるんですけれども、そちらでこの QR 読んでいただくと、ダイヤのお二人の声を聞きながらこう回っていく。それは絶対やった方がいいっすね、はい。うわ、普通に面白そう、それは。ああ、なるほど。最初のエリアなんですが、居酒屋やまびこにやってきました。わ、素敵、すごい。おかみもいらっしゃる、はい、村上さん、村上さんが演じられてる妙子さんがお出迎えしてくれて、すごいね。どんな師匠も、はい、そうそう、サインも、サインやと。はあ、すごい。ぜひこちらの椅子に座っていただいて、お写真を撮っていただいて。いいですか。もちろんです、撮ってください。いきます。はい、チーズ。バッチリですね。ちょっと、もうええねん、角度。うまいやろ、めちゃくちゃ。全員入ってんねんから、ほら。別にそのインスタ載せてもコメント全然けえへん。大丈夫やろ、インスタ誰も見てへんねんから。そう言うな、それを。何千葉の悩みやねん、最近。43万人よってコメント7件どうなってんの42万人以上が無視ですわ、僕のこと。インスタやめてまいよ。いやでもすごい、こうやって写真撮れるの。でここでオドカーとかが食べてたんやもん、これね。はい、うわー、すごい。こんな感じでアニメの中を巡っていくような特典になっています。次のシーンこちらです。うわ、えあやら、こちらはですね、はい、主人公オドカーのオドカワやお部屋になっております。ほんまや、うわー、すげー。あの部屋を、はい、1K の1K の、はい。でこちらはですね、ちょっと靴だけ脱いでいただかなきゃなんですが、実際上がっていただいて。上がっていいですか。はい、もちろんです。やった、ぜひ座布団とかに座っていただいて。え、座ってええんや。はい、すごい。これ1個しかないんです。1個しかない、ほんまや。うわー、すごい。はい、のでこちらでもお写真を撮っていただいて。あ、ほんまや、ほんまや、撮って撮って。はい、チーズ。いいです、もういけよ別になあ、すいません。奥さんに送るだけやろ、どうせ。いつも。いやでもこういうの撮れるの最高ですよね。ちゃんと、あ、ほんまや、ほんまや。そうです、ほんまや。うわうわ、お前練馬の女子高生関係してんだろすごい、はい、本物です。本物って、本物ですよ皆さん。こいつね、やるんですよ、なんかやってね。なんていうか、あれだろ、お前練馬の女子高生歓迎してんだろこれ。そう、オートタグで好きっていう人にこれやるんですけど、別に本人入ってこうやられても、なんかサービスの感じでやるんですけど。サービスでやってます。亜生さんはね、実際アニメの中でも行かれてましたもん、ね。いやいや、ここ来てました。もう匂いもそのままや。いや、ちょっとどういう感覚で喋ってんの、それ。何がその、要は。あの匂いか。要は、あの匂いな。お前言ってましたね、亜生君。言ってました。うわ、言ってた。こちらのお部屋の設定資料もこちらに。うわー、すごい。展示しております。これちょっと怖いねんな、この部屋。俺はちょっと。最初が。そう、何があるかわからんっていう。怖いねん。だってほんまは監禁してんじゃないかっていうな。そうそう。ちょっとそのうっすらそれもある。うっすらそれがあるから、怖い、最初。ここに出てきてる緑のラジカセとか、ほんまや、あるわ、はい、あと金のですね、五重の塔みたいなのがチラッて映るんですけど、それもテレビの、ほんまや、だからこう見えるってことやね。あ、そうです。こっち見て、こっち見て、そうですね、見比べていただければと思います。なんか喋れ邪魔やし、俺見たいのに。いや、違う違う、このうち、キモ。違う、夢中で見ちゃう。夢中で見ない。夢中で見ちゃうわ。すっごい楽しいから。夢中で見ちゃう。そうやね、帽子パターンが違うねんな。これ可愛いね、帽子が。可愛い、帽子可愛い、ね。売ってほしい、これ。この帽子。グッズ販売してほしい。この帽子グッズ出てないですか。これは残念ながら、すいません。絶対出した方がいいのに。今後やろな。あ、今後、展開によってね。展開によっちゃ。絶対売れるもん、こんなん。いや、絶対出した方がいいですよ。みんな絶対欲しがりますよ、これ。オドカーキャップ。オドカーキャップいいと思う。うん。続いてのエリアに行きたいと思います。うわ、なんすか、ここすごいな。こちらやっぱり今回の企画展の一番の見どころでもあるんですが、メイン、はい、実際にオドカーのタクシーに乗っていただけるエリアになっています。おー、すごい。
これ背景もこれ新宿の街をちょっと走ってる、はい、そうですね、新宿渋谷を、はい、走ってる映像を後ろに流してまして、すごいわ、タクシーを立体で表現してます。え、これ乗れるんですか？どうぞ。いや、でも大門アニマ職質やからもうやだここで止まってください。やろうか、うん、やってください、楽しい。お、すごい。そこの前の車止まってください。お前が犯人なんだろ、だるまの少女監禁事件の。おい、ちゃんと言えよ。そんなセリフはさそんなちょっとごめんなさい、忘れた、ちょだいぶ前なんで。いやいや、ごめんなさい、自分のセリフが、もういやもう1話目でお前が犯人なんだろうは思んないやんかなあ、すいません、ちょっと抜けてます。いいな、でもこれ、あ、乗れるんですね。はい、乗っていいですか。あ、え、うわ、あ、え、これ、あ、あ、え、いいんや、これ言っていいですか。あ、もちろんです、もうカメラ撮られてるもんな。オドカーの名刺です。名刺や、もらおう、これ。うわ、これいいな。で、これ一人一枚やって、一人一枚。じゃなんで、あ、お前なんで返したん。いや、一人、あ、もしかしてもう俺らは二人で一人やと思ってんの。素敵素敵やな、お前。まあ、兄弟でもう二人で一つやと、俺たちは、うん、ええやつやで、お前もらえ、気持ち悪いから気持ち悪いね、お前。ああ、いいね、嬉しい。で、あっこに携帯置いて、置いてタイマー、タイマーのやつやってみる。どうやって設定するの、タイマーのやつ。撮ってください。はい。あ、バッチリです。いいね。ぜひ確認お願いします。はい。どうやろう。腕上がってるやん。ありがとうございます。よかったよかった。金子くん。金子くん。金子くんって言うな。いやいや、楽しい。ありがとうございます。これね、そっち側からも楽しいし、こっち側から見ても楽しいから。こんないろいろ。はあ。わ、めっちゃいいやんこれ。楽しい。面白い。すごい細かいんですけど、入り口にあったタクシーはこうついてた、とランプがついてたんですけど、乗車中になるとタクシーって上消えますよ、はい、なのでここは消えてんや今。あ、なるほど。あとここも割り増しという、割り増しや、ほんまや、はい、深夜料金になってんや、表示が変わっております。深夜の街のストーリーやからね。これは、はい、にくいことしますね、金子さんありがとうございます。さすがですわ、ほんまに。あとお二人の多分思い出も強いんじゃないかと思うんですけど、それは金子さん触れんといてください。なんでやん、別にいいやん、もう別にだいぶ触れたです。いやいや、だいぶ触れたやん、もう今な、人間の姿もありますねとか言ってて、ね、もう全部もう全部で出ちゃってね、このこれ。僕たちは善なのか悪なのか。いやいやいや、オットタクシーぜひご覧くださいお前悪やお前さらっとさらっとお前悪やね。続いてのエリア行ってみたいと思います、はい、次のエリアはですね、ちょっと今までとは趣向が違うんですが、小道具商店街というふうに名前つけておりまして、はい、アニメなので実物はなかったんですけど、それを今回ちょっと作ってみようと。なるほど、すごいや。アニメの世界から飛び出してきた小道具を展示するというコーナーになっております。は、うわ、お、すげえ、どんな消しゴムやすげえ、これ欲しいのよ。うわ、ドブの拳銃すごい、めちゃくちゃリアルに作ってますね。なんかさ、この缶のボコボコ感もね。そうですね、実際に使ったっぽく、これ見たいなと思って、これを展示したらほんまにこの世界があるんじゃないかと思っちゃいますね。そうなんです、すげえな。アニメの中に実際のあの街の名前だったりとか出てくると思うんですけども、はい、本当にこの世界の中にある、どっかにあるんじゃないかなっていう感じを感じてもらえたらいいなと思って作ってます。これ作ったらほんまにちょっとグッとくるな。これはいい、最高、面白い。うわうわうわ、あ、こちらはお二人も見覚えあるかもしれないですが、台本、はい、持ってます、持ってます家にあります、家にあります、僕も、はい、うわ、これでも懐かしいな、懐かしい。僕らもらったんがもうあれ 2,3 年前やもん ね、まあ、そうですね、もう最初収録された時、そうなんですよ、結構経ってますもんね。最初だってこの台本と、なんか DVD ももらったんですよ。もう線だけのやつ、あ、なるほど、にちょっとなんか声が多少入ってたのかな、文字だけだったのか分からん。でもそれだけ見ても、もう全然分からへんからそうです、そうなんですよ、しかも自分の指定のとこしか渡されへんから、そうなんですよ、飛び飛びなんです、そう、
じゃあもうストーリーあんまり分かんないから分からんまま、なんてなんか知らんけど僕泣くシーン最後あるやんなんでこれ泣くねんこれとか、名シーン、そうなんですよ、分からんまま行って監督とかに説明してもらってやってたからっていう、そう僕らも行ってて楽しかったですよ、そうなんですね、はあ、最初うちの奥さんとか知らないじゃないですか、はい、次何の仕事やんのって言ってましたこれほんまにまさかアニメの声優やると思うんだからびっくりします、何の仕事なんですか、あと上の方はですね、あのアニメの中で出てくるこうツイッターの文言をパネルに、はあすごい、樺沢がとかが、そうですそうです、うわここのシーンもちゃんと、そうですね、うわ樺沢よかった、はい、結構制作のスタッフの方々のこだわりが詰まってるそうなので、ぜひ細かいところまで見ていただきたいなと思ってます、わこれだから来てね、こうじっくり読んでもらいたい、はい、うん、続きましてこちらですね、こちらも実物の、サンプルの展示なんですけれども、まあ、先ほどお二人に見ていただいた名刺だったり、はい、あとはあの柿花が、プレゼントする、まあ、指輪だったり、うわー、大きいな結構、指輪やん、そら落ち込むわこれ、いや確かにな、なかなかのもんやもん、お動物図鑑、はい、動物図鑑も実はこれが鍵を握ってると言われてる、はあ、すげえちゃんとしてる、柿花って脅かってね、うわすごい、はい、次行きましょうか、なんでやろ自分らないからってさらっと行きやがってはあすごい、はい、お前じゃ思い入れの深いシーンやろ、書いてた本、目の前で書いてたわちょ、そのお前の設定よく分からへんねんそのコメントの設定、目の前で書いてた、あの時俺もドキッとしたわ、どういう気持ちでやってんの、実際のチラシの裏みたいな感じに見えるように印刷もしてあります、あすげえすげえすげえ、おほんまにこのまんまやんそうです、このチラシやまんま、この角度で、そうですそうです、すごい、うわおもろい、再現率高っ、いいな、ありがとうございます、ワクワクするわこんなん、うわすごいな、テンション上がるわ、はあ、でもう一つですね、ショーケース、こちらお二人かなり関わりが出たあるところなんですが、これや、この、今回の、展示の、はい、まあ、一番の目玉と言っても過言ではない、まあそうなります、ね、いや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 これを展示するためのこのイベントって言いますか、いやあっちやすごい、大も兄の警察手帳や、はい、見せますもんねこれね、はい、うわフルネームで書かれてますね、はい、うわすごい、こちらは細かいとこまで今井くんが当てた宝くじ、うわお前お前これと番号もバッチリ、はい、すごいトロセブンや、はい、やめてよここまでやったらほんまにあるんちゃうかって思いますやん、うわすごい、そしてこの宝くじが当たって、うわこれやジュラルミンケースの中に、はい、好き、再現率高い、高い高い、めっちゃ高い、だってこれもうほぼほぼこれやもん、だってもう、うわすごいわ、ここ来たらまたもう一回見たなりますね、まあ、そうですね、タクシーもう一回アニメ見ていただけると嬉しいです、見たなるわ、で小道具ゾーンを抜けますとですね、うん、またエリアに戻ってくるんですが、こちらは剛力院ですね、ほんまや、先生、先生のいてはって、顔だけが犬の人体模型が、人体模型これもねちょっと怖いっちゃ怖いですねこれね、これもだ、いや言うたら伏線じゃ伏線ですもんね、まあまあまあ、ね、人体模型でっていうのが、はい、なのに顔だけ、顔だけ犬、これ結構な伏線ですよね、はい、うん、確かにバッチリ、うわすげーわ、はぁいいね、すごい、おもろい、そして次のエリアがですね、サウナ赤道でございます、うわすげー、ぜひお二人に来ていただいて、こうか、うわぁ、はい、ちょっと熱い感じが出るように照明もオレンジにしてあります、ねね、いい、はい、これもこれはいいわ、いろんなところで写真撮れるな、はい、まあ、ちょここも写真撮ってもらおう、せっかくやったら、ぜひぜひ、いきます、ちょっと熱い顔してしてるやん、はい、チーズ、絶対俺の方が熱い顔してる、マジでなんでそれ見せんの別にええやん、それ絶対撮ら映らへんって、別本編入らんて、技術さんもそんな顔してる、そうそう、撮らなかんの、もう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 いらんねんそんな続いてのエリアです、あこちらは公園のベンチ、あここでいろいろね、はい、ここや、だから言ってた、平川さんがこの打ち明けたりもするしね、そうです、そうそうそう、白川さんもやっぱ人気のキャラクターですよ ね、 そうですね、一緒に写真撮りたいって人いるやろ、はい、まさかのカポエラやと、まさかのカポエラ、カポエラで写真撮る、
おうおう。それやめよ。別に入らんて、これ別に。別に乗らんて。カットカット別にこんな、後で差し込んだよ、別にくださいって言って、あーバーンってやったりする。やめよ。後で別撮りしますか。別撮りはいらんね。インサート。いやいや、データ送ったらいいだけの話よ。さあ、すごい。意見する。はい。続いてのエリアはですね、ミステリーキッスのライブ会場。すごい。ミステリーキッス。はい。キッスの3人と、あと後ろでプロモーションビデオが流れてますね。これ素敵、めっちゃ、はい。これがいいね。お、このカラオケバージョンみたいになってるね。めっちゃ素敵やね。すごい。めっちゃリアルなやってますね、ほんまに。ありがとうございます。エキシビジョンってそういう感じすごいですね。すごいよ。気合い入ってます。気合い入ってんね。気合い入ってんの。あーすごい。じゃあ進んでいきたいと思います。 いいな、楽しいな。あ、お二人が、あ、あー出ました。僕らです。これです。あ、すごい。動画です、静止画みたいな。うわ、で一応ここからが芝浦倉庫っていう設定になってて、芝浦倉庫はちょっと怖いし、で奥に、わ、これやる、めっちゃ怖いやん、これやっちゃう、すごい展示しますやん、これ怖いわ、ゾッとしたもん、なあ怖っ、これ展示します、リアルな、頑張って作りました、もう大丈夫ですか、手を触れないでください、かかんでも誰も触れないで、怖いからな、怖いでこれ、ちょっと最後にドキッとしていただくよ、確かに、ちょっとほんまにドキッとする、すごい。で、あとこちらには、監督の原画が展示したんで、こういうのがいいよな、見られへんもん、うわ、このチリの原画ある、これいいんですよ、このシーンですね。いや、ほんまずっと言うててテレ東の平日の深夜にやるアニメちゃうよ、ほんまに本当にすごいね、規模が。あ、これもね、ちゃんとそうですね、僕ら、合わせたこちらは監督がキャストスタッフの皆様をイメージして描いた、いただきました、監督から。嬉しかった、うん、いろんなとこに出てるんですけど一覧になるのは初めて、ね、初めてですよね。あ、だから他の人はこんなんなんやっていう、すぐインスタ載せましたよ、はい、残念ながらコメント数はね僕が載せたんでいかなかったで、ここまで回りまして最後渋谷に戻ってくる、あーすごいいう感じで、ここや渋谷アニメセンター。ほんでこのイベントだけの書き下ろしのイラストでしょ、はい、すごい、このちょっと私服の感じ、私服警官、うん、おしゃれ。マジでお前この服持ってるよな、ほんまにほんまに持ってない、マジでこのセンター絶対せやねんって、これ監督絶対これで見てやってくれたって、ほんまに俺もこれ持ってるもん、この本当ですか、ね、はあ、オーバーオール持ってんすよ、うわぁ嬉しい、これは写真撮ろう、これは行きます、はい、チーズ、ありがとうございます馬なってる写真撮る、馬なってる、写真撮るシーンええわ撮れてんねん、なんかすいません、楽しい、うわすごい、はい、こちらで企画展は以上になります。あ、盛りだくさんだ、お腹いっぱいや、すごいわありがとうございます、これすごいですね、おもろすぎるわ、なんか普通の展示、企画展示会みたいな、はい、ちょっと、あ、まあ絵飾ってるだけでしょみたいな気分で来たら全然ちゃいますね、体験もね、あるし、はい、体験ある、写真撮れてすごいわ、すげえ、もう亜生くんなんてもう出てここのコメントよりまずグッズにもめいてグッズがめっちゃあるねえ、ちょっと最後にグッズ売り場を紹介したいと思います。こちらの今回描き下ろしたイラストで、まあ、作ったグッズです。かわいい、わめっちゃいいっすやん、ここにな、帽子、あ、でもこれそう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 、オドカーの帽子の、そうです、帽子の絵柄です、はい、そういうのとか、うわいろいろありますね、盛りだくさん、はい、企画展を見ていただいて最後にここでグッズをこれはいいわ買っていただければと、最高、はい、ここでもう1時間ぐらい潰れちゃうなあ、いけるね、うん、全然、うん、今ご紹介させていただいたグッズエリアでですね、はい、3000以上、商品をお買い上げいただくとこちらの QR コード書いてありますカード差し上げるんですが、何これ、こちらのですね、特典専用ガシャポンでガシャガシャが回せる券になってまして、すごい、中からズーデンのキャラクターのステッカーが出てくるというガシャポンになってます。どうどう当てたいね、もうレアで、レアやから
出ますので、ぜひお二人もやってみてください。いきます。あーこの感触久しぶり。え嘘やん、速攻渡る。え陸亀や、初めて見た初めて見た、速攻渡った。こういうのはね、僕が当たるんです。頼むで。どうぞ。これはやりました、さすがうちの弟。めっちゃ持ってんじゃん、ほんまに。これはうちの弟やりました。すごいですよ。何ジュゴン当たりました。一応激レアって書いてあるで、ジュゴン。え、ほんま、超レア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 や。ジュゴン、しゃー、あーあ、これ嬉しい。面白いですね、これ、はい、こんな感じで、あの特典も楽しんでいただきたい。やったー。うわこんな楽しいもん。いや、どんだけ遊ばすん楽しめんな、ここ最後まで楽しんでいただきたいと思います。さあ一通りね回らせていただいて、はい、めちゃくちゃ楽しかった、盛りだくさんでしたけど、どうでしたか。いやこれだからもうすごい盛り上がりでしょ。うん、決めました、続編やります勝手に言わんといてください。ホットタクシー、勝手に言わんといてください。2副題は青梅公園事件。そんな、いや、なかなか渋谷からちょっと青梅の方、ね、青梅の方に行かしてもらいます。でもすごいすごかったね、中はほんまに。これはすごい。これしただからもう放送あって映画もあって、はい、ちょっと落ち着いた時にこれやから、うん、また再熱するっていうか ね、はい、これはいい展示でございました、はい、そしてこのね、あの来場者にはこの特製のうちわ、はい、うちわプレゼント。これキャラクターがここちょっと違うんですね、毎回ランダムなんですよね。そうです、13種類ありますので、来てもう全部コンプリートみたいなことも、あ、ぜひお願いします、ね、ファンの方はね、はい、やっていただきたいと思います、はい、さあというわけで改めまして、オットタクシーエキシビジョンは2022年10月10日月曜日まで、うん、東京アニメセンター in DNP プラザ渋谷にて開催中でございます、はい、企画展のチケットは E プラスにて購入可能です。なるほど。入場特典として書き下ろしイラストを使用したこちらの1話お渡ししております、はい、本日紹介したさまざまな展示のほか、オリジナルグッズが購入できるエリアもあります、うん、こちらは無料で入場できます、詳細は公式ホームページや公式ツイッターご覧ください、はい、というわけでぜひ皆さん渋谷のオットタクシーエキシビジョン来てください。さよなら。さようなら。お待ちしてます。